が急に飛び出してきたらどうしようもないじゃん。自分にそういうのがなくてもマジで危ないから。普通に信号青のところを運転してて子供がね飛び出してきてもマジで人生終わるよ。だから車って乗らないんだったら乗らない方がいいよ。だから車免許取ろうとかマジでやめた方がいい。一番危ないよ。乗らないで済むなら乗らない方がいい。だから女の子なんて乗らない方がいいよ。危ないもん。人引いて殺人とかなっちゃうんだぜ。自分に恋がなかったとしてもやばいでしょ。やめた方がいいよ。まあ、男は持ってた方がいいけどね。なんでかっつったら女の子ってドライブ好きだから。マジで効果的で、若い子が特に効果的だね。牛ちょやめてよ。誰かいないってふざけんなよ。バカなの。じゃマジやめてよ。後ろって。そう、やめろって言ってんの。やべえわ、正面ちびった。とつきたの？いや、わからん。でも誰もいなかったよ。いないでしょ。やめてよ、もう。行くぞ。キツネ390号301以外閲覧がやばい。今日も頑張ったんだけどな。俺もう一生養分にナイス勝てないわ。強すぎるわ。昨日養分に LINE でさすがだわって送っといた。勝てないわって諦めるって送っといた。そしたらドヤ顔の写真が送られてきた。ブレなきゃ。いや、ブレてないんだけどね。なんかミーコを勝手に来たのになんか俺が呼んだとかなんか印象操作されたわ。勝手に来たのにさ、俺が勝手に呼んでね、あんなことしてたらそれは最低だけど、本当に勝手に来たんだよ。女芸やめても無理でしょ。頭いいよな。パルパルも賢いしね。先月からやっぱりずっとコンスタントに頑張ってる。やっぱその土台が強いわ。金梅さんもね、養分も。でパルパルも強いしね。頑張りが足りねえな。ありがとう。継続は力なり。どんまい。あ、ありがとうございます。ラブだよ。
人の方があってじゃあ俺女好きなんだもんどうすんのね。あれちょっと待ってこれバックする。俺が思うの、まあ一人の方がなんかなんだかんだいいじゃん、荒れないし。でも自分寂しいのに一人で無理している必要もないかなと思って結構絡んじゃい、これ強がってね寂しいんだもんって思っちゃう。画面越しの方がちょっと気持ち漏れるね。実物の方がやっぱブサイクだよ俺も。あの眉がさツイートしてる寝顔とかあったじゃん、あれやばいじゃん。つかまえつマジ性格悪いよね。もう今となっちゃうね、雑談タヌキのスレッドにねそれレギュラー入りしちゃってるんだよ。マジで性格悪いなと思って。寝顔だけは本当に嫌じゃない。思い出した、たぬきみんかよ。可愛くないあんなの。あんな顔さらされてさ。マジで嫌だ。TikTok ちょいバズってたの。そうなの？ TikTok やろうかな言ってたわ、まゆ。あの、TikTok もやって、TikTok もバズろうかなとか言って。私可愛いじゃんとか言って、全くバズってないよね。自信ありげに言ってたんだよ。で、俺をネタにしたやつが一番バズってた。顔は可愛いよ。まあね。あの、女がね、結構、女にモテる顔してるね。でも男はちょっと別、男でまあ好きな人もいるけど、男はね、あの、猫目あるじゃん。でもね、あの結構ね、パンダみたいな目が好きな男多いと思うよ。ちょっと垂れ目の
あのきつい顔よりも男はね結構パン、あの垂れ目がなんか女の子らしくて、でも女は結構眉みたいな顔好きなんで、女受けする顔なんだって。ああ田中みな実とかね、ああエルマルちゃんとか、エルマルちゃんって人気あるよね、すごいよね。だってさ、俺付き合ってパレパレ付き合ってすぐ善逸と付き合ったじゃん。叩かれる要素ってめちゃくちゃあるわけよ、エルマルちゃんって。でもなんかエルマルちゃんってすごい人気あるよね。いや引退する前からなんか人気あったことない、なかったっけ。くまちゃんが一番可愛い、あ、腹黒なの知ってるんだ、計算高いよ、ずる賢い。帰ろうかな、落ち着かないから。通り道になんかあったら寄る。でも本当に今ダイエットしてるんだよ。家帰って野菜料理してもいいかも。もうねちょっとラーメンやめようよ。寝る前にラーメン食うと罪悪感がすごいんだって。ああやっちゃったなっていう。であと俺はあのラーメンの流儀があるじゃん。俺の流儀わかる？一番やっちゃいけないことやっちゃうんだよ。やっぱ礼儀だと思ってるから。またね。そう、汁を飲み干しちゃうのが、マジで体に悪い。塩分と、あれも、あの、油もすごいからね。美学なんだよ。あ、2個ありがとう。朝倉未来が食ってた野郎系ねでもあの野郎ラーメンだっけ、あの本場二郎じゃん。で二郎に似たとこっていっぱいあって、で野郎ラーメンって高いんだよ。1600円とかするんだよ。だあんまり評判良くない。そう、インスパイア系ね。で、本当の二郎好きなやつはそのインスパイア系も食べるんだよ。似てるやつね。だから家系だったら吉村屋が本場じゃん。違うとこもやっぱ食べるんだよ。ラーメン食べれない女の子多い。あの二郎系食べれない子多いよ。で俺ね食べたことないんだよ。なんでかっつったらいつも並んでるから、並ぶのが嫌だから。ゼロイチだし、いつも並ぶんだよ。で唯一チャンスがあるのがあの歌舞伎町の二郎ラーメンで深夜やってるからね。深夜行くとワンチャン座れるんだけど、
今もうコロナで深夜もやってないしね。で、西新井奈々のあのインスパイア系ね、本場の二郎ラーメンないよ。二郎ラーメンって忙しくて嫌なのが、独特の頼み方があるじゃん。でいきなり行くとさ、あのなんか戸惑っちゃったりするじゃん。そしたらね、なんかすごい嫌そうにされるらしい。なんかあんまりね、親切に教えてくれないらしいよ。なんかあの言うタイミングがあるんだよね、ルールがあるんだよ、ルールが。でこのタイミングでマシ、油、から玉とかっていうタイミングがあるんだよ。ただ分かんないじゃんな、行ってみて。うん、でもあれは考え抜かれててまず麺が伸びづらくなってる。なんでかっつったら野菜が上に乗ってるじゃん。スープに使ってる時間が長いからブヨブヨになっちゃうじゃん。だから太麺で伸びづらくなってるんだよ。めんどくさい。で、まず油とニンニクがすごすぎて、女の子はね、食べれないと思うよ。あの、好きな人はいるけど。おい、なんせ並ぶのが嫌なんだよ。並ぶのが。いや、ムカムカするんじゃない？でもね、女の子に嬉しいのは、まずあのすき焼き風っていうのがあるんだよ。あのすき焼きのタレみたいなタレに生卵入ってて、でつけ麺みたいにつけれる。あの確かプラス50円かな、100円かなんかで。あとあのカレー粉もあるし、あとは上に野菜があるから、その野菜にかけるかタレみたいのもあるんだよ。だからこう味変しながら一応食べれるんですよ。でも俺は食べたことない。だから食べたいんだけど、並ぶのがいい。美味しいの、いや分かんない。